こんにちは、シグナルフラッグツイーです。前に発生した肌荒れ問題、前回はノズル温度がプラスマイナス5度も変化したのが原因と言ったわけですが、再発しました。 PLA のプリントはかなり安定したと思っていたのですが、気づいたらお肌荒れまくり。何かどうしたのやら。これとは別に形が複雑なモデルをプリントするとなんか汚いし脆いんです。初心に戻ってプリントの様子を観察してみます。残っていたオクトラプス映像が役立ちます。あ、これは汚いかな。これは綺麗。スムースにノズルが移動します。これは一瞬止まるような感じがしますね。出来上がった 3D ベンチ艦隊。まず疑われるのがインフィルの影響です。内側のフィラメントは表面のフィラメントに影響を与えます。影響を与えにくいインフィルで試しても表面は荒れたままでした。内側も荒れてます。綺麗なものと何が違うのでしょうか。この圧倒的違い、ABS でも同じ感じです。差は何なのか。最も単純な切り分けはスライサーの違いでした。左がアルティメーカーキュラ、右はシンプリファイ 3D です。キュラの造形スピードを 40mps にすると改善しています。結論を言うと、アルティメーカーキュラがおかしい。私はシンプリファイ 3D を主に使ってきました。キュラは XY2 Pro を買った頃から使い始めました。XY2 Pro をシリアル通信で動かしています。ここにもポイントがあります。シリアル通信の速度は 115,200bps。115kbps しかないんです。 G コードはこんな文字列です。ノズルを動かす座標が一つずつ書かれています。座標が細かすぎると送る文字が増えて通信が間に合わなくなります。そして XY2 Pro はシリアル通信が苦手で途中でサボるという病気持ちです。この問題を回避するためにライサーで無駄に細かい座標を作らないような設定にします。キュラではこの3つの設定を調整します。デフォルト値はこうなってます。
これでプリントすると肌荒れします。このネタの準備をしていたらキュラがバージョンアップされ初期値が改善されました。 0.05 から 0.25 になりました。 0.5 にしてもいいくらいです。これは 0.05 と 0.8 の違いです。綺麗な方が 0.8 です。本来なら細かい方が綺麗なはずですが、シリアル通信とバッファー処理がおかしい XY2 Pro の病気の影響で送るデータ量を減らす必要があったようです。移動速度を落とすと時間に余裕ができるので改善するようです。ですからSD メモリからプリントしていれば影響はないと思います。キュラがおかしいのはこれだけではありません。今こんなモデルをプリントしているんですけど、ここのサポートがプリントされていません。フィラメントが出てないんです。何度か条件を変えてプリントしても同じ。ところどころ壁が薄いとかないとか、綺麗なプリントができないんです。キュラのバージョン 4.7 と 4.8 では変わりません。これにはお手上げ。何かご存知の方がいればコメントください。以上の異常を踏まえてどこまで細かいディテールを出せるかご覧ください。スライサーのバグが思わぬところに出てきます。未だに理想のスライサーは存在しませんが、ビデオネタとしてはアルティメーカーキュラーを使おうと思っています。 XY2 Pro はシリアル通信を使わない方が良いでしょう。でもオクトラプス映像を撮りたいので使い続けます。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録をお願いします。